プ主のバンボクトだぜ。生徒のマリサです。オタクヤは始めるぜ。師匠、今回で NHK 人形劇は3回目です。うむ、正直、こんなに大変な回になるとは思ってもみなかったぞ。三国志が終わって、次に NHK が制作した人形劇って、何でしたっけ？1984年から翌年にかけて放送されたヒゲよさらばという番組だな。なんだか変なタイトルですね。全然、記憶にないんですけど。上野陽という作家の児童文学が原作らしい。わしもこの番組の資料を探したが、ほとんど見つからなくて困ったぞ。ということは、あんまりヒットしなかった？らしいな。この番組が終了して、NHK の人形劇は、8年間制作されることがなかった。うわ、ある意味、NHK 人形劇にとどめを刺したと言えるかもしれませんね。わしの印象では、ストーリーの暗さが不審の原因ではないかな？暗さ、ですか？そうだ。原作によると、野良猫同士の権力闘争や、裏切りなどがふんだんに描かれたハードボイルドらしい。そんな原作なんですか？でも猫を主役として失敗したといえば、最近そんな映画がありましたね。映画やドラマで、猫を主役にするのは鬼門かもな。この番組が終了して、8年間人形劇は制作されなかったんですよね。でも、次回作はあるんですよね。マリサの言う通り、次回作は制作された。1993年から95年まで放送された、人形歴史スペクタクル平家物語だな。今度は伝統的な歴史ものですか。でも、平家物語って、大河ドラマでやってませんでしたっけ？実はその通りで、原作は同じ吉川英治の小説だ。せっかく師匠が解説してくれているんですが、正直あまり触手が動かない作品ですね。オタク的に興味が薄くなるのは仕方ないな。この番組を支持するのは、源義経ファンだろうな。技術的にすごいことやってるのは想像できるが。NHK 人形劇はこの後、続くんですか？人形劇が復活するのは、21世紀まで待たなければならない。2009年に放送が開始された人形劇は、アレクサンドル・デュマ原作の、新三銃士だ。おお、やっと人形劇が復活ですか？脚本に三谷幸喜という夫人で、久しぶりの人形劇に NHK も気合が入っていたんだろうな。今見ても、人形の操作や、セットの豪華さに目を見張るものがある。この人形のデザイン、とてもユニークですね。あえてリアル思考に行かず、はっきりと人形っぽいデザインにしているのが、かえって効果的だな。やはり人形劇は無理にリアルにする必要はないと思える結果だな。ウィキペディアで検索してみたんですけど、声優の名前が出ているのはもちろんですが、操演者の名前も出ているんですね。それはちょっと感動ものだな。アニメでスタッフロールに作画監督以下、すべての作画担当の名前が出るのと一緒だな。本来はこうでなくてはいかん。これって三谷幸喜が操演者も役者だから、名前を出すべきだと進言したんですかね？それはわからん。しかし次回作の、シャーロック・ホームズでも操演者の名前が出ているからありえるな。そのシャーロック・ホームズの話をお願いします。この番組は2014年から翌年にかけて放送された。原作は言うまでもなく、コナン・ドイルの小説シャーロック・ホームズシリーズだな。主人公のホームズとワトソンが少年で、寄宿舎で起きるいろんな事件を解決する、というストーリーですよね。うむ。シャーロック・ホームズは過去、何度も映像化されておる。映画でもテレビでも、おそらく映像化された原作としては最多ではないか？アニメでもありました。登場人物が犬のホームズ。でも NHK 人形劇は、このシャーロック・ホームズ以降、作られていませんね。もう、NHK 人形劇を見ることはないんでしょうか？マリサよ、それは間違っておる。今も NHK 人形劇は作られ、放送されておるぞ。え、そうでしたっけ？ NHK の E テレで、銀河戦闘パンタくんと、ざわざわ森の頑固ちゃん、が放送中だ。あ、そうか。わしは銀河戦闘パンタくんについて、少し気になることがあるのだ。何ですか？妙に奥歯に物が挟まったような言い方ですね。この番組のキャラクターが、ある漫画家のキャラとそっくりなのだ。影響を受けたのか、それともその漫画家のアシスタントだったのか、知りたいのだ。へえ、その漫画家って誰なんです？勝川勝志といって、丸っこいキャラが得意な人だ。この人の絵柄と、パンタくんたちのキャラデザインが、なんとなく似ているように思えんか？本当ですね。目の描き方なんかそっくりです。まさかパク。めったなことを言うな。ちょっと気になって、言ってみただけだ。は、はい。この話題は、これまでにします。ところで師匠、もう NHK は人形劇を作らないんでしょうか？わしは NHK の番組編成をする担当者ではないから、全くわからんぞ。ただ将来的に可能性としては薄いかもしれんな。え、どうしてですか？まずEテレではアニメが放送されている。アニメは外部に制作を発注できるし、視聴率も原作付きである程度予測が可能だ。人形劇の場合、アニメのように漫画原作を使うことは、リスクが大きい。結果、版権がオープンな名作とか、オリジナル原作にせざるを得ない。どうして漫画原作を使うことができないんですか？人形ではアニメのように、漫画のキャラを再現することが難しい。どんなにうまくやっても、視聴者から、漫画のキャラと違う、という声が上がってくる。ああ、そういうことですか。オリジナル原作では、知名度のある原作か、脚本家を使わなくてはならないから、それだけで予算がかかる。つまりリスクが大きいし、話題にもなりにくい。それじゃ私たちが人形劇を楽しむってのは、あまり希望が持てないってことですかね？そんなことないぞ。今は良い機材が、素人でも手に入るくらい普及しているし、手法も公になっている。人形劇の将来については、いずれ動画で語ろう。それまで視聴者のみんなは、刮目して待つのだ。この動画が気に入ったら、コメント、高評価、登録などよろしくね。
ついでにウプ主の番僕と作者ページも覗いてみてくれ。それからTwitterのフォローも頼むぞ。サブチャンネルの番僕とのゆっくり動画もチェックよろしくね。それでは次回の動画をお楽しみに。